はい、それでは対戦相手の方決まりました。レーティングは589の方ですね、やっていきたいと思います。これ実はオンラインチャレンジカップでしてね、まあそれをやっていきたいと思います。どうしようかな。ゲッテスタメンで使おうか。今日使ってみよう。では行きたいと思います。これ勝ち点6やったかな。勝ち点6やな、確か。1戦目が引き分けたので、2戦目となります。その2戦目、まあ、パパッとね、クリアしてね、ガチャ、レジェンドガチャね、回したいと思います。レジェンド、5レジェンズ&プラスか。ダバンギーだみたいなね、ガチャ。結局ね、レジェンドの選手ね、5人しか出てこなかった。あ、5人だよ、6人か。どうなの？ダバンギーとかレジェンドに出てるのかどうかわからないんですけど。どっちでしょうかね。まあまあまあ、6人、今。6人のレジェンドやな。レジェンド選手。実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、まず前半見ていきましょう。はい、パリ・サンジェルマン対ノースロンド、まあいわゆる強豪同士のところで、そしてウィリアンス、ね、ダメー。今日はどういった使い方をしてくるかでしょうね。注目するポイントの一つですよね。はい、ロイス、ノースロンド素早いパスで攻め上がっていきます。おっと、まずいな、超まずい。キーパー、いやー、間に合った、間に合った。助かった。あぶね。ネイマール。おっしゃ。いけるやろこれ。勝てるやろ。勝てる。勝てない。走り合いの勝負で負けたか。まあ、結構ボアテングは良質やねんな。ゲッツ、ウィリアム、なんかオフサイドこのスルーパス、え、オフサイドないやん。なんということや。最後までプレーを止めなければ。さあ前線へ。さあこの後は両チームともいい感じにチャンスを作っています。両チームともいい感じですよね。めっちゃシンプルな、面白い試合になりそうな雰囲気ありますよね。ネイマールスペース出ましたね。ルーパスを出す。前半13分です。で、ネイマール絶好の位置。あら、取られた。前半まずいな。オッケー。スコアレスな展開です。とボールは、これは。へえ、さあ。リベリックからクリスティアーノ・ロナウド、緩いフィード。あかん、取られんかったか。もうちょっとな、惜しかったな、なんだかんだでね。アーチのようなパス、クーペ勝て。ああ、シュートレッジだ。アホな、アホな、危ね。何や、重くしまだ通されてるわ。何度も好きなパスか。結局ね、ババ、誰や、ポグバが、ポグバがあれですよね。万有に移籍したみたいな。移籍したじゃないな。合意に至ったかな、なんか。あとは、なんか最終的な条件だとか、まあ、そういうのを詰めて、移籍完了になるようですよね。あ！いたい。君のはどこ？あれか。ちょっと、ボアテングが、近くにいるやつやな。ロイス。オッケー。絶対あかんやろ、そんなん絶対通れへん。あかんめっちゃボアテングに見られてるな。パリ・サンジェルマンとしては止められちゃいましたけどもね。受けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。なんとかならんのか。これは繋がりません。前半29分が過ぎました。いけるか、いけ、よっしゃ。まずこのシンプルな形。なんかな、攻撃のパターンをね、なんていうの、得点パターンみたいな、あれをね、ちょっとしっかり
最後構築したいですよね。なんかあんまり攻撃パターンみたいなんで、あんまりこれといったものが危なないような気がしますよね。さあパリサンジェルマン1対0先制しています。結構好き勝手ですね。出るみたいな感じですね。ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。月勢のボール、ロングでのフィード、サイドからチャンスメイクしたいですね。ラサラディア、ドイツ、攻撃パターン欲しいな。レバンドフスキ、ここはすごいですね。ゲッツ、パリサンジェルマンとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。はい、回します。とりあえずちょっとね回して縦にボールをつないでいきます。モドリッチ、ここもしっかりディフェンスしました。ビダル、戻りましょう。お、取られた、むっちゃ取られた。惜しかったね今のは。もう40分です。ここも硬い守りでボールを奪います。ゲッツ、味方を走らせる。いいオーバーラップですよ。危ね、あ、これはいかついで、こう後ろから行ってるからな。ちょっとなんかイエロー的なもの出そうやで。おお、足や、かかってるこれ、そんなの。どうですか。さあ、誰に合わせてくるか。どうやったかな。どこおんの。上げる。ちょっと明らかオフサイドやったわ。こんなに抜けれると思わなかったもん。硬いディフェンス、ゲッツ、クリスティアノ・ロナウド、リベリ抜けてくる、スルーパスを出す。 OK、 なんと、なんと、おっと、惜しい、ウィリアン、惜しいというか今の全く角度ないからな。あかん、クリアされた。はい、とりあえず前半終了ですね。まあ、後半ね、頑張ってゴールラッシュ見せていきたいと思います。はい、では行きたいと思います。はい、パリサンジェルマンが1点を先制して折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。はい、パリサンジェルマン 1-0 リードです。クリスティアーノ・ロナウド、あかん、普通にやっちまった。オッケー、突破できませんでしたけどもね。あ、めっちゃ抜かれてる。何対何位置では勝負していった方がいいですよね。なるほど、長いボール狙っていく。オッケー、ゲッツ、ここは競り勝ちます。あ、それゲッツもドルトムントに戻んねんな。もうそれも決まってんねん、決まっとったな。ゲッツ、リベリー、お、いた、やばいやろ。結構殺人的なタックルだったな。これはカード。はい、これでボアテンの周りでね、ロナウドがプレーしやすくなったんではないでしょうか。ピカッとついてるからね。はい、これはどうや、あ、無理か。お、いけた。これはなかなかこじ開けられない。本戦模様中盤。お、前のスルーパス、このボールはカットされます。リベリ、裏のスペースを狙う、サイドのゾーン、マリサンが勝てへんかったか。序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで逆に取られたら追いつかれる、こういう状況なんですよね。まあ見ている方は面白いですけどね。危ねえ。リベリックからクリスティアーノ・ロナウド、裏に味方を走らせる。よしよしよし、いいぞ、いいとこありますよ。あ、失敗した、何出せんかった。危ね、よっしゃ、あ、空いてあげるけど、そこまでゴール前に人が集まってしまうと、よし、コースがなくなってしまいますよね。ミドルからクリスティアーノ・ロナウド、来た、来た、クリスティアーノ・ロナウド、 OK、 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 これでようやくごめんでしょう。2点差あったらね。
落ち着いていけますよ。追加点が決まりました。これでまだスタミナあるわな。そらあるでしょ。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありですね。最後までオラしてもいいかもしれない。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静にね、ウィリアムがちょっと疲れてるから、ジェルビーとここを変えてなかなかできないですからね。リベリーのところを組んで入れてモラタをちょっと出発させよう。今日2点目です。これね、結構左の方にね、左サイドにね、あのサイドハーフのクリドナをね、何回か使ったことあるんですけど、あんまりだったんですよね。ここまでご覧になっていかがですか。パリサンジェルマンとしては守りに行くのか取りに行くのか、うん、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。取れる、なるほど、オッケー。モラタからクリスティアーノ・ロナウド、今狙いましたね。リオンだからモラタからクリスティアーノ・ロナウド抜けてくる。あかん、おー、くそ。ムアンマド・サラちょっと炎上した感じやね。ここもしっかりディフェンスしました。いいディフェンスです。痛い、ね、おー、もういきなり出場した瞬間かよ。それやばいって。ビダルか。もう早いとこな。クリスティアーノ・ロナウド。中央へ切り込む。来たぞ。あかん、惜しい。この前にもあったビッグチャンス。サポーター、ため息が聞こえます。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。そうですね。ロンペン帰ってきてるやん。怪我なしでよろしくて。スルーパスを出す。まずい。い展開ですね。ここでもう追いつかれるのと追いつかれ、危ね。追いつかれへんのってダイブしちゃうからな。追いつかれたくない、ここは。この試合初めてのコーナーキック。ここなんとかペペ。いや待てよ。こうだ。はい、ダメです。はい、こうだ。4、3、2、1、うん、ショート行きましたね。はい、ショートコーナー使ってみました。アリー上げる、きたー。オッケーオッケーオッケー。はい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 。もうね、これからコーナーはこうやって守りますわ。これがいいわ、やっぱりキーパー触る。まあ、チャマクの動画からね、ヒントを得てるんですけどね。ヒントというか、これが一番マシな方法ちゃうかな。僕コーナーでほんまになんか普通にめちゃくちゃいられてるからね。このボールは繋がりません。おじきやばいぞ。ここも堅い守りでボールを奪います。ロングフィード、 OK、 経済よっしゃ。抜いた。ダメか。まあまあまあ、ちょっとな、これ見ろ本当に。よし、そうですね、こっちでアーリー送る。いけるか。うーん、109センチの長身やぞ、もらったわ。固いディフェンス、ここはカットします。セルギオ、どうした、危ない、まずい、危ない危ない危ない。ここ勝負ですね。自分で行く勝負だ。チャンス来た。グリーズマン、オッケーオッケー。絶対今のは1点もやったけど、のチャンス、ものにできません。判断がね、このプレッシャーからかどうか難しいところですね。ん、全然ヘディングが当たらない。裏に味方を走らせる。クリスティアーノ・ロナウド、ロベルト・カルロス、ボール入りましたよ。ダメか。ゲッツェ、パリ・サンジェルマン、うん、この残り時間、戦い方としてはどのような時間がベストでしょうか。もう時間を稼ぎつつ相手に対応していく形でいいんじゃないでしょうかね。この場面では失点することが何よりも怖いですから、オッケー、ディフェンス優先に考えていった方がいいですね。いけるぞ、待て。何あれ、鋭いバックパスやったな。スルーパスを出す。はい、ついていく。なかなか、そして大胆に取る。パス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 。OK。残り5分を切っています。OK。当てを使います。このボールをカットします。で、どこに行った？まあ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 、完封勝利。でも1点はね、ほんま入っとってもおかしくないやつやからな。大きく縦。ここもしっかりディフェンスしました。
このボールに触ります。うーん、ゲッツ頑張るよ。ここも固い守りでボールを奪います。いいんじゃないかな。ここで受ける、流れを止めます。下手や、下手、ボアテング、下手や、下手、やめろ。 OK、 このデンバーの打った今日はいつも嫌やわ。モドリッチ、ビダル、ゲッツ、私はそんなに無難に見えますか。やめてください。やばいぞ。周りの味方の選手はまだ上がっていません。よし。はい。オッケー、オッケー。オッケー。2対0。2対0。パリ・サンジェルマン、見事勝ちました。はい、見事勝利。北澤さん、ね、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。パリ・サンジェルマンとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で、はい、ということでね、まあまあ展開していましたよ、ね、微妙ですけどな、ね、ちょっとずつスランプから、ね、脱出しつつあるんじゃないかなと思います。まあ正直勝ててよかったっていうのは一番の、本日の試合解説、まあ、そのコメントにつきますけどね。勝ててよかった。北澤さん、どうもありがとうございました、はい、でもありがとうございました。なんていうのかな、パリ・サンジェルマンが2対0、まあ、いまいち見事無失点に抑えて勝利しています。スカッとする勝ち方ではないような、前の方はまあ結構スカッとする勝ち方やったような気がするんですけど、なんせね、クリーノダノムみたいなところはね、もう否めないからね。これ毎回ね、クリーノのゴールでまあ、なんとか勝ててる感じがあるんで、このなんていうのな、エースストライカーっていう選手じゃないんやけどな、クリオの、まあうちのエースがね、なんとか頑張ってもらってみたいな感じなんで、そんなんじゃなくて、やっぱり全員で攻めて、いろんなバリエーションの攻撃をしながらやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポッカン監督でした。お気に入り。